弁護士製材、注文製材、木材加工、木製材製造販売しましょう店です。ちょっと今回ですね、うまく負けられなかった、下ろせなかったようですね。少し引っかかってしまったようです。この後ですね、トレーラーから材を下ろしていく風景をご覧いただきたいと思いますけども、ちょっと思ったようには綺麗に今回はいかなかったようです。ベマ製材のこと、注文製材のこと、モンスペレットのこと、何かございましたら福島商店までお問い合わせください。よろしくお願いします。